TWICE のモモさん、そしてウォン・ジョンヨ先生です。前の方までお越しください。ウォン・ジョンヨ先生もどうぞ。はい、それではご挨拶をお願いします。まずはモモさん。はい、皆さんこんにちは。ウォン・ジョンヨブランドミューズの TWICE のモモです。よろしくお願いします。はい、そしてありがとうございます。そしてウォン・ジョンヨ先生もご挨拶をお願いします。インサマリスムプタチリゲスミダ。네안녕하세요메이크업아티스트원조입니다はい、メイクアップアーティストのウォン・ジョンヨです。よろしくお願いいたします。ということでした。ありがとうございます。それではぜひとも、ご着席ください。アンジャジュシギパラミダ。さあ、いよいよですね、モモさん、アルーア K ビューティフェアイン東京が始まりますが、会場をご覧になっていかがですか？はい、そうですね、本当にたくさんのブースがあって、なんかこう、はい、気になるアイテムとかもたくさんあるので、この後じっくり見たいなって思います。はい、ぜひとも見ていただきたいです。ももさんはでも過去にアルアマガジンの方にもご出演されたことがあるんですよね？はい、私たち TWICE 全員で一度韓国の方で出演させていただいたんですけど、今日こうやって日本で初めてのイベントに参加することができてすごく嬉しいです。そうですね、ウォン先生にもお伺いしたいんですけれども、ウォン先生、この度 K ビューティーアワードの審査員としても参加されたんですが、いかがでしたでしょうか？네그정말많은제품들을심사를했는데요워낙에너무훌륭하고좋은제품들이많아서평가를하는데굉장히어려고요오늘이선정된제품들은실제로이부스에서또사용을해볼수있으니까꼭방문해셔서사용해보시기바랍니다。はい、本当に多くの製品を審査したんですけれども、素晴らしい製品、いい製品が本当に多くて、評価するのがとても難しい状況でした。今日選ばれたものはですね、ブースの中で使うことも可能ですので、皆さんぜひ足を運んでいただいて使っていただければと思います。ありがとうございます。そうなんですよ、ブースがあるんですよね。ウォン・ジョンヨのブースではどういったものが展示されているんでしょうか？저희원종유브랜드는메이크업라인과헤어케어라인모두전시를하고있는데메이크업같은경우에는오늘소개한신제품도터치업이가능할수있도록지금전시를해놨고요또헤어케어같은경우에는제가운영하고있는살롱비덴붓그런느낌을그대로재현해서그곳에온듯한느낌을느끼실수있게또꾸며놨으니까 꼭한번들려주시면좋을것같습니다。メイクアップラインとヘアケアラインを展示しています。メイクアップラインの方はですね、今日私がご紹介する新製品を使うことも可能です。それからヘアケアラインなんですけれども、私が運営しているビューティーショップで使っているものを展示していますので、皆さんぜひ立ち寄っていただければと思います。そうですね、さて本日ももさんはですね、ウォン先生にメイクを施していただいたということなんですけれども、メイクのポイント、そして気に入っているポイントをお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、そうですね、今日はリップをちょっとこうポイントに、はい、していただいて、ちょっとアメちゃんのように、アメちゃん、アメちゃん、うん、アメ、はい、アメちゃんいいです、アメちゃんでいいですか？はい、アメちゃん可愛い、アメちゃんのようにちょっとプルッとした感じ の, リップがポイントになっていて、普段から私もリップがポイントのメイクがすごく好きなので、今日のメイクもすごくお気に入りです。はい、素敵なアメちゃんというパワーワードもいただきました。ウォン・ジョンヨ先生にもお聞きしたいんですけれども、本日のモモさんのメイクのポイントを伺ってもよろしいでしょうか？지금이제 헤어 컬러도 그렇고 굉장히 지금 딱 봤을 때 인형 같은 느낌을 주고 싶었어요. 그래서 눈매는 굉장히 좀 깨끗하지만 또렷하고 동글동글하게 커 보이게 좀 표현을 했고 립이 딱 포인트가 될 수 있도록 입술에는 굉장히 촉촉한 글로즈를 좀 발라서 훨씬 더 볼륨감도 있고 좀 더 생기 있게 표현을 해봤습니다。ヘアカラーも今日そうなんですけれども、お人形さんのような雰囲気を演出したいなというふうに思いました。目の方もですね、本当にクリッとして、でクリアな感じで、そしてちょっと丸みを帯びているような感じでですね、大きく見せたいというふうに思いました。それからリップがポイントになるように演出をしたいと思いまして、で唇をですね、ちょっとうるっとさせるような感じで、グローをさせました。それからボリューム感のある感じで生き生きとした表情を持たせました。
そうなんですよ。本日今お二方がおっしゃってくださったリップ、ももさんつけていらっしゃるリップ、新商品として発売されるんですよね。はい、そうです。ここにあるんですけど、今日もつけていて、5番のリップなんですけど、クランベリージェルですね。はい、もうすごくつけた瞬間から可愛くって、もう、なんていうかな、つるっとしているので、なんかこう保湿もされる感覚もあって、すごく今からたくさんつける予感がしています。はい、この新商品の名前がウォンジョン先生何ですか？저희그신제품은캔디글로우틴트라는제품인데요11월1일부터출시가됩니다この新製品なんですけれども、キャンディグローティントという製品です。11月1日から発売されます。そうなんです。先ほどももさんがおっしゃってたアメちゃんがまさに商品のお名前となっているんですね。キャンディグローティントです。ももさんのおすすめは5番のクランベリージュレ、ジュレです。ジュレ、とても美味しそうな名前ですね。他にも何色かあるんですけれども、すべてとても美味しそうな名前となっております。ウォン先生、このあるアイテムに関して開発にとっても長い時間をかけてこだわり抜いたティントリップだというふうにお伺いしました。ぜひともですね、こだわりポイントの方を教えていただけますか？저희브랜드에서처음으로제대로선보이는이런틴트인만큼어떤이런제형감이나이런컬러감부분에서굉장히좀새로운느낌을지금틴트시장안에서좀정말다른느낌을주기위해서많이개발에신경을썼고요그중에제일중요하다고생각한점이이제제형인데요저희지금이신상품이틴트는글로즈의그쫀쫀하고두께감있는그런광택감과그다음에틴트의그런착색력유지력을같이잡은그런결합형태의이제틴트글로우라고보시면돼요그렇기때문에글로즈의그도톰한그제형감에서오는굉장히광택력엄청난광택력이지만또착색은그대로남아서이두가지를다장점을잡은틴트라고생각을하고그리고이런제형은제가알기로는이제거의저희브랜드에서선보이는좀신제형인걸로알고있어서많이들기대를해주셨으면좋을것같습니다このブランドなんですけれども、初めて披露するティントブランドとなります。特に気にしたのはですね、心がけたのはこの材形テキスチャーなんですけれども、それとカラーの感じを重視しました。新しい感じ、斬新な感じを出したいなというふうに思いまして、このティント市場におきましてもちょっと一味違うものを開発したいと思いまして、そこにこだわりました。一番大事にしたのはやはり材形テキスチャーとなるんですけれども、この新製品ティントというのはグローズなんですけれども、光沢感、つまりツヤを出したいというのと、あと着色力、キープ力というのを出したいと思いまして、この2つのメリット、長所を持ち合わせたものを作りたいと思いまして、本当にこのグローズが持っている材形とそれからツヤ感を出したいというふうに思いました。ですので、この材形なんですけれども、こちらのブランドでですね、我々のブランドで初めて披露する新しい材形だということで、皆さん楽しみにしていただければと思います。新たな手触り、なんか材形テクスチャーですね、ぜひとも感じていただければと思います。そしてこの秋冬はご紹介いただいたリップ以外にもたくさんの新商品がリリースされるんですが、なんとももさんとの初のコラボアイテムも数量限定で登場するんですよね。はい、今回のコラボアイテムはこの私も大好きなウォンジョンヨのパウダーなんですけど、はい、これに私のサインが入っていて、ちょっとこうスペシャル感があるピンクのキラキラで、はい、作っていただいたので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、このフィクシングブラーパウダーなんですけれども、発売以来毛穴が消えるパウダーとして SNS でも大変話題の大人気商品とのことで、今回のコラボアイテムも争奪戦になること間違いなしということなんですけれども、こちらの商品10月の25日より発売となります。はい、そしてまだまだ新商品が登場するんですよね。ウォン先生、
オン先生からご紹介いただきたいのは11月15日ブランド初のコンシーラーが登場するんですよね。네그저희브랜드에서어지금출시하는제품이게이커버커버마스터브라이트닝컨실러가이제출시가됩니다어이컨실러를개발하기위해서도굉장히많은시간이걸렸는데요이컨실러같은경우에는주로이제아이브라이트너라고생각하시면돼요이제눈가메이크업을하실때어눈가를굉장히깨끗하고정돈된상태에서이제메이크업을하셔야굉장히뭐발색도높아지고굉장히깔끔한메이크업을하실수가있거든요그렇기때문에그메이크업을하기위한과정에있는그런제품이지만여기이제제가파우더를같이넣었어요그렇기때문에여기이제고정까지같이가능한컨실러와파우더의형태로된아이브라이트닝컨실러입니다はい、今回発売されるのはカバーマスターブライトニングコンシーラーとなります。これもですね、開発のために多くの、長い時間がかかりました。このコンシーラーなんですけれども、アイブライトナーだというふうに考えていただければと思うんですが、目の周りのメイクアップをするときにですね、本当にきれいに整えた状態で、メイクアップを行いますと発色力もアップしますし、すっきりしたきれいな感じで仕上がると思います。この中にはですね、パウダーも入っていまして、補正効果もあるコンシーラーパウダーとなっています。そして11月15日はなんとクレンジングシートも発売されるとのことなんですけど、ウォン・ジョンヨン先生。네클렌징같은경우에는메이크업을하는것만큼이나또메이크업되게자주매일접하게되는거잖아요클렌징같은경우엔그래서정말괜찮은클렌징시트를하나만들었으면좋겠다라고생각을했고또저희도현장에서뭐메이크업을하다보면여러번클렌징을현장에서즉각적으로해야될상황들이많기때문에굉장히좀좋은클렌징시트가굉장히필요했던상황이었고요그래서제가클렌징시트를만들때굉장히좀중요하게생각했던부분이좀순하게지어지는거피부에자극이없어야된다두번째는클렌한번으로도완벽하게클렌징이될수있는클렌징력이두가지에신경을굉장히많이썼던제품이어서정말기본에굉장히충실한제품이기때문에많은분들이또사용하시게됐을때만족감이좋은그런제품일거라고생각합니다このクレンジングなんですけれども、メイクアップと同じぐらいこのクレンジングというのは、まあ、デイリーで毎日皆さん、されていると思います。その中でいいクレンジングシートを作りたいなというふうに思いました。なぜかと言いますと、現場でですね、メイクアップをやりますと、それを即座にすぐクレンジングをしなければいけない状況というのは多々あるんですね。なのでいいクレンジングシートが必要だなというふうに感じました。そこで開発にあたってですね、重要視したのは、特にこだわったのは、マイルドに、本当にマイルドに落とせるものというのを作りたいというふうに思いました。つまりまずは肌への刺激がないものを作りたいと思いました。それから2つ目のポイントなんですけれども、1回で完璧に落とせるもの、クレンジング力のあるものを作りたいと思いました。なので本当に基本に忠実した製品として仕上がっていると思います。たくさんの方に使っていただければですね、満足感の高いいい製品だということがお分かりいただけると思います。ありがとうございます。ももさんはウォン・ジョンヨのスキンパックが大好きっていうふうに伺ったんですけれども、このクレンジングシートもすごく使いやすそうですよね。そうですね、やっぱりスキンパックは本当に普段からめちゃめちゃ使っているので、このクレンジングシートも出たらすごくいっぱい使う予感がします。はい、かなり入手困難となりがちだと思いますので、ぜひとも皆さんお早めに入手していただければと思います。そしてウォン先生、12月にはなんとクッションファンデーションもリニューアルするんですか？네그앞서소개한컨실러도그렇고이제메이크업이제일기본이되는그베이스메이크업이잖아요그래서그런부분에조금더집중을하고싶어서더좋은쪽으로개선을해보았는데요이번에출시되는쿠션은커버타입과내추럴타입이렇게두가지타입의제품으로나오그렇게두가지타입의제품으로나와요그래서저희원정의부스에서첫선을보이니까이것도꼭들려서테스트한번해보셔도좋을것같습니다
はい、先ほどご紹介させていただいたコンシーラーもそうなんですけれども、やはりメイクの基本となるベースメイクアップアイテムにもっと力を入れたいなと思いまして、改善をしました。現在のクッションファンデにさらに改良を加えてですね、ナチュラルタイプとカバータイプの2種類を発売します。ウォンジョンギョブースにて初お披露目をしていますので、後ほどぜひ見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。ここまでウォンジョンヨンの新商品についてご紹介いたしました。続きましてお二方には2024年私の相棒ビューティーアイテムというテーマで、いつもバッグやポーチに入れていてこれがないと不安といった、まさに相棒と呼べるアイテムをご紹介いただきたいと思います。まずはウォン先生なんですけれども、ウォン・ジョンヨ先生の相棒ビューティーアイテムご紹介いただきたいんですけれども、実際に現場で使っているアイテムのお写真を撮ってきてくださったようです。こちら、はい、3つほど商品が製品が並べられております。すごいすごく使い込まれている様子が伝わりますね。ウォン先生、お一つずつご紹介いただけますか？네, 굉장히 많은 제품 속에서 엄선해서 세 가지를 이렇게 찍어 보았는데요. 아쿠아 첫 번째 이 아쿠아 글루 프라이머는 정말 이 모든 타입 피부에 좀 이렇게 유지력, 지성이든 건성이든 이렇게 뭔가 파운데이션을 잘 피부에 붙여줌으로써 좀 메이크업의 유지력이 높아지기 때문에 되게 갖고 다니면서 엄청 잘 저도 되게 잘 쓰고 있는 그런 제품이고요. 두 번째는まずこの多くの製品の中でですね、3つを選ぶのが大変だったんですけれども、厳選いたしました。1つ目はアクアグループライマーというものです。すべての肌タイプで使えるものです。オイリーな肌でも、そしてドライな肌でも使いますとキープ力が高まります。ファウンデーションが肌にしっかりくっついてですね、維持力が高まっているので、私も普段持ち歩いていてよく使っています。네, 두번째는저희그데일리무드업팔레트중에그트렌치브라운이라는컬러팔레트인데요굉장히컬러자체가뭔가기본적인컬러들로구성된이색감이에요그래서이팔레트들을저도그렇지만메이크업하시는분들자체가사실이런기본적인컬러의색깔들이꼭필요하거든요그래서이거는어떤컨셉이든또어떤무드든꼭필요한컬러들이라아주잘사용하는제품입니다2つ目はデイリームードアップパレットというものです。その中でもトレンチブラウンという色なんですものなんですけれども、カラーパレットとなっています。基本的なカラーで構成されています。メイクをやるとですね、本当に基本的なベーシックなカラーが必ず必要になってくるんですけれども、どのようなムードでもコンセプトでも使えるものですので、本当にバリエーション豊富でですね、いろいろと使えると思います。네마지막은그립프라이머인데요이제품같은경우에는저희그립메이크업에있어서없어서는안될제품이라사실수십통을썼어요계속근데이제품은저또한저랑같이일하는저희그하시던친구들이더없으면안된다고할정도로꼭항상챙겨다니는제품인데이제품을바르고립제품을썼을때는진짜뭐각질이라든지이런제품들이이런것들이없어지고립스컨디션을굉장히높여줘요그렇기때문에정말없어서는안된현장의필수템입니다3つ目はトーンアップ、リッププライマーなんですけれども、これはですね、リップのメイクの時に欠かせない製品となっています。本当に数十本のものも私は使っているんですけれども、私だけではなくアシスタントの仲間もですね、これは必ず現場に持ってくるものとなっています。これを使ってからリップを使いますと角質も取れますし、リップのコンディション自体が本当に良くなります。必ず現場には持ち歩いています。こんな必需アイテム3つをご紹介いただきました。続いてはももさんの相棒ビューティーアイテムを教えてもらいましょう。ももさんはですね、ステージ上にお持ちいただいたということなんですが、見せてください。はい、私は2つ選ばせていただいたんですけど、一つ目は私もジョンヨンと一緒 の、 リッププライマーなんですけど、これは本当に私普段も使っているし、今日もリップを塗る前に塗っていただいて、本当に
毎日のように使っているのですごくおすすめです。やっぱりリップがあの持ち時間キープ時間がすごく長いのですごくおすすめです。2つ目はですね、このトーンアップクッションです。これはあの私があの普段化粧をあんまりしないんですけど、普段はでもこれだけ塗ってちょっとトーンアップしてあの外に出たりとかしているので必要なアイテムです。どちらも普段使いにもいいということで、はい、普段にすごく使えます。プライマーとそれから、クッションでした。はい、以上商品についてのお話伺いました。ここからは代表質問のお時間とさせていただきます。事前にいただきましたメディアからの質問を代表して私の方から質問させていただきます。まずは一つ目なんですけれども、だんだん寒くなってきますよね。秋冬寒い季節になってくるんですけれども、この秋冬に挑戦したいメイクもしくはファッションあれば教えてください。そうですね、最近寒くなってきたのでちょっとこうオーバーな感じのジャケットにちょっとシンプルに決めて、あのリップをやっぱりポイントに塗りたいなって思います。そうですね、素敵なニュールックが見れるんじゃないかなというふうに思います。ウォンジョヨン先生いかがですか、秋冬。저도 이렇게 좀 아무래도 계절감이 좀 이제 추워지다 보니까 메이크업도 조금 좀 도도하고 시크하면서 좀 서늘한 그런 메이크업을 도전해보고 싶습니다. そうですね、秋冬ですと季節感を出したい季節ですので、メイクの方もですね、ちょっとシックな感じでちょっと堂々としていて、ちょっと涼しげなそういう色を取り入れたいと思います。それでは最近ハマっているメイクなどあったら教えてください。ももさんどうですか。ハマっている、でもやっぱり普段から私はあのリップとチークがないとこうメイクした感じがやっぱりしないじゃないですか、はい、だからやっぱりリップがメインですかね。そうですよね、リップね、押していきたいと思います、はい、次の質問いきたいと思います。今年も残りわずか2ヶ月となりました。2024年のうちにやりたいことがあれば教えてください。まずはももさん。そうですね、あの来月にミサモのコンサートがあるので、それを無事に楽しく終わらせれたらいいなと思います。楽しみですね。ウォンジョヨン先生いかがですか。저도저에게그런주어진일들뭐예를들어지금화장품개발도그렇고저의그메이크업현장에대한일도그렇고좀더열심히해서또훌륭한결과물을만들어내는게저의목표입니다。はい、私に今与えられている仕事、例えばですね、化粧品の開発ですとかメイクの現場での仕事ですとか、そういう仕事をですね、もっと一生懸命頑張って、素晴らしい成果を出すことが私の目標です。はい、素晴らしいコメントいただきました。大変ありがとうございました。質問いただきました皆様にも本当にありがとうございます。以上でこちらのトークセッション終了とさせていただきます。改めましてももさん、そしてウォンジョヨン先生ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。では一度ありがとうございます。はい、素敵なトーク